森岡市遺跡の学び館は、岩手県森岡市本宮の森岡中央公園内に、所在する公立の歴史博物館。市内遺跡の発掘調査で得られた文化財や情報を展示することを目的に2004年6月1日に開館した。展示室は大きく分けて、常設展示、企画展示、保管展示の3つに分かれる。常設展示、常設展示は、サイトステーション、 遺跡ディスカバリー、遺跡ライブラリーの3つに分かれている。企画展示保管展示2000年12月24日午前0時30分ごろ、市内クリア川小学校敷地内にある文化財調査室から出荷、施設が老朽化した木造であったこともあり、施設は全焼した。建物は1955年に建築された木造2階建ての旧小学校校舎の一部で、2階建て、 4教室分を1982年度から文化財調査室として、埋蔵文化財資料の整理、保管の拠点として使用していた。理祭した資料の中には、県指定有形文化財である上大蔵森古墳一号墳、出土品があり、環状鈴製品は2組中1組が行方不明、琥珀は3点中1点が加熱による、汚損、弾き亀はゆえん、すすにより一部国家した。 国の史跡や県指定史跡から出土した標識資料も理採した。史跡芝城石出土の土器類、牧書土器、鉄製品、史跡盛岡城石出土の瓦、陶磁器、漆器、木製品、県指定史跡の大館町遺跡出土の土器、石器、土製品などが理採した。また、理採当時は2000年度調査分の出土資料整理。 および発掘調査報告書の作成を行っていたが、資料の大半が理財したため通常の報告が不可能となり、掲載内容の縮小、変更等を余儀なくされた。その他投資教育委員会が1977年以来実施してきた発掘調査により蓄積された資料のほか 1933年に出土した柿の木平来石出土新8型土器や1965.66年の調査により出土した英福寺山遺跡出土資料など貴重な資料が理載した。また、調査現場や出土資料に関する記録類、多くの機関より寄贈された報告書等をはじめとする書籍についても甚大な被害を受けた。ありがとうございます。